皆さんこんにちは。今回はタルトタタンを作っていきます。いつもと違うアングルからのスタートなんですけども、タルト生地をとりあえず急いで作らないと1時間寝かせないといけないので、生地作るところから始めていきます。バターは入っていて、ここに塩ももう入ってるのでね、ふるっといた小麦粉を入れると。多少こぼれたけど気にしないでいきましょう。どんどん時間が意外とないので、待ち時間1時間必要だというのをちょっと忘れてスタートしてしまいました。これで OK。 いつもと違うアングルでお届けしているのはですね、このフードプロセッサーのコンセントがすっごい短いんですよ。で、延長タップを今他のことに使っているので、やむなくこちらの方でやるしかないと。電源が近くにいる場所で、よっ、入りました。早速ガーしていきますが、こんな感じですね。よいしょよいしょ。あ、いい感じでまとまってるんじゃない。じゃあこれをラップに移して冷蔵庫で1時間寝かせます。タルト生地はこんな感じでもうまとめたので、これを冷蔵庫じゃなくて冷凍庫に入れて時短で作業していきます。本題の今日のリンゴです。長野の紅玉ふるさと納税で取り寄せました。2個足りないのはもう食べちゃったから、生食で食べてみたかったから食べました。美味しかったよ。重さを測ったらだいたいこれ一つが 170g から 200g ぐらいでしたね。グレーテルのかまどでは 200g から 230g ぐらいのリンゴを使ってくださいっていうことだったので、これね、そうね、本当は10個なんだけど11個使おう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11個全部使います。最後の1個は生食で後で食べましょう。皮を剥くのがもったいないけどしょうがないので、皮を剥いて切っていく。紅玉食べたらこれ美味しかった。今時のリンゴってみんな大きいじゃないですか。もっと昔ながらのリンゴって感じで、これね、ちっちゃくてね、いいサイズ。本当は皮ごと食べたい。2個食べた時はもうこれ皮剥かないでそのまま食べちゃったんですよ。すごい美味しかったけど、今日はタルトタタンなのでもったいないけど皮を剥いていこう。この包丁そろそろなんかね、切れ味が悪くなってきたので、研ぎに出してたのペティナイフ戻ってきたのはそういえばあったっていうことで、ピカーン、研ぎ出しから戻ってきたばかりのグローバルのペティナイフ。使い心地をちょっとね、試しながら行ってみようかな。これでリンゴが切れやすくなるはず。さっきのでも別にいけなくはないんだけどね。あ、やっぱり切れ味が違うわ。スルスルいく。やっぱりこの包丁の切れ味がいいとリズミカルにリンゴが処理していける。うれー、気持ちいいね。これ、この切れ味最高。残りリンゴもう7個、これで勢いよく切っていこう。おー、切れる切れる。やっぱ研ぎ出しから戻ってきたペティナイフはね、素敵。リンゴをやっとね、全部11個切り終わりました。見てください、このリンゴの皮。こちらはね、後でゆっくり処分します。
その間にちょっとこのリンゴを寄せて、これは強力粉ですね。シュッシュッシュと台を拭いたところに、これを綿棒にこんな感じで、ちょっと出すぎたけどしょうがない、出ちゃったものはしょうがない。じゃあこれをちょっとね、上からかけるから、ここら辺にちょっと出すぎた分を寄せといて、冷凍庫で30分寝かせておいたタルト生地、これを伸ばしていきましょう。だいたい30分かな、30分ちょっと。まあ動画撮ったりカメラやったりしながらやったから、まあ40分ぐらいか。もうね、リンゴ11個をね、猛スピードで切った。私こんな急いでね、リンゴ切ったの初めて。1個3分だとしても、そうだよね。30分かかるからね。これを厚さ3ミリ20センチに伸ばす。冷凍庫からだから、冷凍庫で3、40分?結構ガチガチですね。さて、いよいよリンゴを煮詰めていきます。鍋2つに、まあ大体同じぐらいの量になるように、よしよし、あ、落ちた。めちゃくちゃすごい量のリンゴ2つの鍋に分けたところで、これグラニュー糖とバターです。これをそれぞれに入れちゃいます。よいしょよいしょ。そしてこれに火をつけると、中火ですね、中火。めちゃジュージューしてる。焦げそうな時はお水入れてくださいっていうことだったので、ひたすら煮詰めます。中火で15分の後、弱火で15分なので、トータルで30分ですね。カラメルのようなすごいいい香りがする。焦げないようになってしないと。これ2つの鍋に分けるのは多分底の面積を広げたいからだと思うんですよ。で、うちにストーブの大きい鍋あるんで、それでやろうかなと思いつつも、一応レシピ通りに2つの鍋に分けてやります。急にだけどこれ怖いな。大丈夫っていうぐらい怖いです、やってて。怖い怖いけど焦がさないように頑張ろう。焦がしたらアウトだからね。これ結構つきっきりかな。多分もっと水分が出てくれば大丈夫だと思うんだけど、どうだろうね。あ、結構水分すぐ出てくる。これはほら、お砂糖があるから、お砂糖がリンゴの水分をこういい感じに出してくれてる。案外大丈夫そう。紅玉って昔のリンゴだから、あんまり今の流行りのリンゴみたいに甘すぎない酸味があるんですよ。だからケーキ作りには向くらしいのね。でも生食するんだったら今時のリンゴの方が多分甘くて美味しいから、スーパーに売ってないんですよね。なので今回ふるさと納税で掘り寄せたんです。今のリンゴより全然ちっちゃくて、大きさも、まあそれが昔なんだろうなぁと。生食でも全然美味しいですよ、これ。酸っぱいとかじゃないから。ちゃんと甘さあるよ。あるんだけど、今のリンゴに比べたらやっぱり負けちゃう。けど、このほどほどの甘みが私はいいなと思っておりますです。奥様は、あんまり紅玉ね、そんなに好きじゃないらしい。ってか、まあ、奥様もともとリンゴ好きじゃないしね。好きじゃないけど、嫌いなわけでもないっていう、よくわからないんだけど。
このまま15分煮詰めましょう。残り2分っていうところで、こちらの方ね、こうちょっと鍋が焦げちゃったので、りんご焦げると美味しくないから、こちらの方に退避させますね。この焦げたのは重曹で煮ればちゃんと取れるので大丈夫です。焦げた味がりんごにつくと嫌なので、これは後で重曹でグツグツやれば取れるので大丈夫です。うちの場合はこの左の方が火力弱いので、こちらの左の弱めになるガスコンロの口で一番弱い弱火にして15分煮ていきます。その間にさっき今言っちゃったタルト生地を成形しています。生地にこれをこうかぶせて周りをペリペリペリって剥いで、だいたい丸くして、でそこにこんな感じでちょっとポロポロになっちゃったやつをこう乗っけて、なんかお好み焼きみたいになってるけど、まあ、かっこ悪い方を内側にして乗せちゃえばいいから、売り物じゃないからね、自分家で食べるタルトなので、こんな感じでタルトに乗せたいなと思ってますよ。これをなんとなく成形してこう押しつぶせばそれなりになるので、でちょっとこう厚みのねバランスを、薄いところができないようにできちゃうんだけど、こんな感じでだいたいなんとなく成形しておきましょう。成形が終わったらこれでまた冷蔵庫に入れておけば問題なし。オーブンは予熱を開始してます。リンゴもいい感じになったので、もうちょっと時間より早いですけど型に入れちゃおうね。予定よりちょっと早いけど、もうリンゴがね煮崩れちゃうので型に入れちゃいます。せっかくのリンゴの形が全部なくなったらちょっと嫌だから。あ、18センチの型にちょうど入ったね。よかったよかった。よし、美味しい、めっちゃ美味しい。私のうちのケーキの型は底が抜けるタイプなので、これはクッキングシートですね、敷いておきました。バスクケーキ作る時みたいにこうくしゃくしゃくしゃってやらない方が多分いいと思いますよ。ピタッとくっついてタルトを入れて、1時間ゴー。オーブンの上はこんな感じで使った道具を乾かすのに熱を有効利用しましょう。1時間後の焼き上がりがこんな感じです。ものすごく美味しそう、カラメル色で。これで1回粗熱を取ってから上にタルト生地を乗せてまた40分焼きます。食べたい。粗熱が取れたので、ここにタルト生地、冷蔵庫で冷やしてあるのをフォークで穴ブスブスって刺してあるので、よいしょ、こんな感じでかぶせると、うん、いい感じかな。ギュッギュッと、こんな感じで OK。やっぱりこう押し込んだ方が良さそうです。タルトタタン、やっと食べれる。本当は一晩置いたところで食べたかったんだけど、ちょっと忙しくてね、二晩置いちゃいました。断面図こんな感じ。めちゃくちゃリンゴたっぷり。表面がね、もうちょっとこうリンゴの固形の形を残したかったんだけど、ちょっと煮すぎちゃったね、やっぱり。
来年トライするときはちょっと今回の参考にちょっと煮る時間をレシピ通りじゃなくてもうちょっと短くして、あのリンゴの苔の食感が残るようにしたいと思います。ドリンクはね、私はソルティドッグほろ酔いちゃん、いただき、リンゴたっぷり。うん。何飲んでるの？私はソルティドッグ。うん、なるほど。うん、美味しい美味しい。やっぱりこれ紅玉選んで正解だったよ。酸味がちゃんとある。甘いだけじゃなくてこの酸味がちゃんと残ってるのがいいね。うん、美味しい。グラニュー糖あんなにたっぷり入れたのに。ではではいただきます。タルト生地もね、そのなんていうんだろう、しっかりしてる。バターたっぷり入ってるせいかしなしなになってない。おいしいおいしい。うん、やっぱりリンゴの食感が欲しい。それは来年頑張る。今年初めて作ったからね。リンゴジャムみたいになってるんだよ。ただ味はいいよ。うん、レシピ通りだと煮すぎたことになっちゃったんで、ちょっとここはね、でも一回作ってみないと多分わからないと思うのよ、感覚が。うん、一回作ってみて、あとは自分の好みの硬さにっていうことだね。味はいいけど、リンゴのサクサク感がやっぱり欲しかったね。うん、そんなに何度も言わなくても。うん、念を押さないと。来年まで忘れないように。うん、そうそう。まだリンゴが1個残ってるんで、もうガリッといっちゃってください、そういう人は。いいですね。ガリッといっちゃってください、そういう人は。いや、リンゴジャムだと思えばいいんじゃない？ジャムって、まあジャムっぽくなっちゃったけど、お。あ、美味しい。なんかもう一個続けて食べたいけど。食べよう。今夜だよ、何気に。明日の朝にする。そうだね。コーヒーがいい、紅茶がいい。これは紅茶だね。紅茶だね。紅茶だね。コーヒーじゃないね。うん。グレーテルのかまどのレシピを今回参考にしたんですけども、あの皆さんこれ。動画見てくださった方でタルトタタンを作ろうと思った方、リンゴの煮すぎにだけは注意してください。私も来年リベンジするとき絶対に今度は形が残るようにします。味はすごくいい。酸味とすっごいグラニュー糖たっぷり入れたのにちゃんと酸味がいっぱいあってね、甘ったるくはない。これリンゴの部分だけで食べると美味しいと思うよ。なんでタルトダメだってこと？そういう深い意味じゃなくて、あなたがリンゴにこだわって喋ってるから言った。うん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 。一つ一つの工程ちょっとあの冷蔵庫で寝かせたり時間かかるけど、作業自体はものすごく単純なので、美味しいリンゴが手に入った時は今回のちょっと私のね煮すぎたのを参考に作ってみてください。来年も作るぞ。頑張れ。